って、まあ、これね、政治活動でも選挙運動でも相当、限られます。挨拶目的ダメなんですよね。東京都知事選挙、石丸伸二陣営の選挙違反の可能性についてお話をしたいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。はい、選挙戦がですね、もう5日目となって、おります。で、まあ、こちらにね、出ている写真はですね、私がツイッターに上げた写真でですね、まあ、撮ったそのすぐですね、上げたものでございます。5月15日のですね、午後2時42分に上げております。まあ、ちょうどね、確かね、都道府県会館かどっかですね、この近くにあったんですね。まあ、今いる私のね、議員会館の、まあ、すぐ近くで、まあ、たまたまね、見かけたのでね、話しかけてね、写真撮影に応じていただきました。まあ、都道府県会館でなんかイベントがあったのかな。で、そこにね、近くにおられたのが、まあ、一緒におられたのがね、富山県の高岡市の高岡市長の方でした。はい。まあ、あと、まあ、お手伝いの方も、まあ、おられたとは思いますけど、まあまあ、とりあえずね、そういう、まあまあ、で、まあ、写真撮った時にですね、まあ、私のこともですね、まあ、ご認識いただいてたというところでございます。ということで、まあ、私個人的にはですね、まあ、石丸伸二さんにですね、悪い印象はないんですけど、まあ、ただね、インターネット上での情報、まあ、調べてみると結構、まあ、いろいろと、まあ、されているなというのが、まあ、わかりました。まあ、それも、含めてですね、まあ、石丸伸二さんの政治家としてのね、実力ということで、まあ、まあ、良くも悪くも評価するべきところではあるとは思います。で、まあ、ちょっと、今回1回の動画ではね、言い足りないので、また引き続きやっていきますけど、とりあえずで、今回はですね、ちょっと選挙違反の可能性についてお伝えしたいと思います。で、まあ、これについてはですね、私、以前から、自分のブログの方ではね、取り上げてたんですね。ちょっとブログの方出しますね。こちらかな。ちょっと待ってくださいね。まあ、ブログのね、記事には書いていたんで、なんか変な広告来ますね。はい。ということで、ブログ記事2回に分けて書いて、おりました。で、まあ、ちょっとこれに沿ってですね、まあ、お話をしていきたいと思いますけど、とりあえず4点挙げるとですね、まず有料のインターネット広告、そしてですね、選挙中にしか出ないはずの確認団体がですね、選挙前にできていて、まあ、活動されていた可能性。で、もう一つ、事前ビラというものがですね、まあ、配布されていたと。まあ、その辺うまくやるのであれば、政治団体ビラとかでごまかす必要があるんですけど、まあ、陣営が事前ビラ、ばらまいていたということ。で、もう一つですね、事前運動で投票してくださいというのは、まあ、基本的にはダメなんですけど、その街頭でですね、石丸伸二に投票してくださいは禁句でございますというですね、まあ、そういうごまかし方をされてて、それがいいのかということでございます。ということで、ちょっと順々にお話をしていきたいと思います。まあ、さっきのね、4つお話したので、まあ、大体ね、まあ、OK と言いますか、まあ、伝えてきていると思います。で、こういう内容に関してはですね、私、ちょっと総務委員会で取り上げたかったんですけど、ちょっと時間がなくなってしまっておりました。まあ、ただね、総務委員会の時にはね、一応準備はしていたんですね。まあ、ちょっと準備で、まあ、時間がなくなってということでございます。蓮舫さんのことは結構、2回ね、取り上げたので、まあ、公平性をね、考えるなら、やっぱり石丸さんのこともね、委員会の時に取り上げるべきだったとは、まあ、思います。ということで、まあ、このね、ブログのリンクはですね、また概要欄の方に貼っておこうと思います。で、まあ、事前のね、企画で、選挙前の企画で石丸伸二さんとひまそらあかねさんのね、まあ、対談が、まあ、ありました。で、まあ、私、まあ、これいろいろとね、まあ、ひまそらさんも結構叩かれてますけど、まあ、ただやっぱり石丸伸二さんがですね、ちょっと結構読んだっていう漫画のですね、知識がもう相当なかったというのはですね、判明したんじゃないかなと思いますし、まあ、ね、まあ、ひまそらさんの、まあまあ、まあ、いや、とりあえず、まあ、ひまそらさんのね、まあ、質問によって、これほとんど漫画クイズ状態になったみたいですけど、まあまあ、そういうことがね、まあ、判明したっていうのは、まあ、良かったとは思いますし、まあまあ、そうですね。まあ、制作のお話はもうちょっとあっても良かったのかなとは思っております。で、まずですね、石丸伸二さん、選挙前に、インターネット広告をされております。で、まあ、これはですね、選挙前の事前運動とか、あと選挙中のですね、選挙運動、まあ、事前運動って、まあ、罰なんですけれど、いわゆる政治活動と、選挙運動ですね。選挙前は政治活動はできて、で、基本、選挙が始まったら選挙運動が、まあ、できるというものなんですけど、まあ、このインターネット広告はね、結構、まあ、どっちも、まあ、政治活動でも、選挙運動でもかなりね、制限されるもんなんですよ。まあまあ、一応ここにね、こういうこと書いてあるんですけど、まあ、私もね、広告見たんですけれど、まあ、そんな長い広告じゃなかったですね。1、2分のものでしたけど、まあ、難しい挑戦をしようとしています。
ますということで、まあ、東京都知事選挙に、まあ、立候補をね、するようなもうことを示唆するようなものだったと思います。で、まあ、説明欄のところにね、東京を動かそうって、まあ、出てくるわですね。なので、まあ、東京の知事選挙をもう示唆するものであって、まあ、これね、政治活動でも選挙運動でも相当、限られます。挨拶目的ダメなんですよね。はい。まあ、なので、そうですね、ここは、政策宣伝や演説会の告知などであれば、挨拶目的には該当しないとされています。まあ、これ、選挙 .com のね、説明なんで、まあ、多分選挙プランナーの松田薫さんの、まあ、見解だ。まあ、ただ、まあ、今回の西丸慎二さんが出してたインターネット広告は、もう、挨拶と言われてもおかしくないんじゃないかなと思います。はい。で、もう一つですね、確認団体というものがあります。これ、確認団体はですね、何かというと、選挙期間始まったら、選挙運動しかできない。で、厳密にはですね、政治活動ができなくなるんですね。まあ、ちょっと政治活動と選挙運動の違いはもうここでは、細かく言いません。で、ただ、確認団体っていうのをね、候補者が作るとですね、政治活動もできるようになります。まあ、なので、まあそうですね、例えば、なんか、シルエット、月のビラですね。まあ、蓮舫さん陣営もね、配ってますし、まあ、かつては、最近だとね、兵庫県知事選挙でも、ね、まあ、斉藤知事だったっけね。まあ、そのシルエット、まあ、ついたですね、ビラ。まあ、本人の名前は書かないんだけど、本人とはわかるような、まあ、そういうビラも配れるようになると。確認団体って、まあ、そういうふうに使われるもんだと思うんですけど、まあ、石丸さんの場合はですね、その有料広告、事前に、選挙前にね、流してたんですけど、それをですね、確認団体がやっているということなので、まあ、確認団体って選挙期間ね、始まらないと、これ、存在しちゃいけないものだと私は認識しているのでね、渡瀬優也さんも書いてありますね。はい、確認団体は選挙期間中に指定されるものだから、これは事前運動だと言ってるに等しいですね。確認団体はまだこのように存在してはならないものです。これ選挙始まる前のね、投稿になります。6月16日の時点のものですね。私もちょっとね、この点に関しては気になったので、このねツイートをさせてもらいました。まあ、ちょっとここでは内容も触れません。まあそうですね、5700いいねがね、まあ、ついておりましたね。はい、ということで、はい、ということで2点お伝えしました。有料のインターネット広告、結構際どい内容だと思いますし、あとですね、確認団体なるものが、選挙始まる前にね、選挙期間始まる前に出ていたということでございます。で、もう一個あってですね、もう2点か、はい、4点あってですね、また引き続きブログの方行きますね。はい、あとですね、事前ビラというものが、まあ、配られていたということがあります。はい、これですね、石丸慎二応援団、石丸慎二東京を動かそうっていう方がですね、選挙始まる前にこんな投稿されてたんですね。この事前ビラを42万、まあ、19日夕方まで23くらいに配布しないといけないんです。それ以降は公選法上このビラ使えなくなり廃棄になります、うんぬんかんので、まあ、それに対して渡瀬さんがね、スタッフが事前ビラとか言ってんだけど、どんだけ公職選挙法知らないんだろう、これ配ると事前運動に加担しかねんぞということですね。はい、ということで、渡瀬さんが言うのであればですね、まあ、政治活動のための政治団体のビラじゃなきゃダメだろう、スタッフに再教育がいるなということで、まあ、まあ、渡瀬さんはね、選挙のプランナーとしてね、まあ、かなりご活躍されてた方でございます。まあ、昨日の動画で話に話題に出した静岡市長選挙もですね、選挙プランナーとして、まあ、入っておられました。斉藤正史さんとね、まあ、協力一緒にされてたんですけれど、まあ、斉藤正史さんのね、やり方があまりにもやばいということでですね、静岡市長選挙の、まあ、投開票日の時にはですね、もう国外脱出されてたっていう、まあ、お話をいただいております。はい、正史さんのね、過去のツイートを見ると、斉藤正史さんと、まあ、協力されてた投稿ね、結構あるので、別に隠されてるわけではないとは思います。はい、というわけで、とりあえずね、事前ビラと、まあ、事前ビラとね、スタッフが呼んでいたので、まあ、これは危ないだろうと。はい、まあ、もう一度言いますけど、政治活動のための政治団体のビラなどとですね、まあ、ごまかす方がいいんだろうという、まあ、その指摘は、まあ、おっしゃる通りだと思います。はい、まあ、ちょっとね、細かいことかもしれませんけれど、ということで、はい、あとですね、街頭演説の動画があるんですよね。で、まあ、これ、まあ、ちょっともうここはね、ここでは再生しませんけれど、内容はですね、はい、こんな感じですね。まあ、女性の声だったんですけど、19日までは選挙活動はできませんので、石丸慎二さんを勝たせてください、いや一票お願いしますは禁句でございます、ただ石丸慎二さんのお人柄を広めていただく、布教活動は OK でございますということで、
その、勝たせてくださいや、一票お願いしますは、禁句でございます。否定してるけど、ね、結果的にこれ言ってるんですよね。石丸伸二さんを勝たせてください。石丸伸二さんを一票お願いしますって言ってるので、禁句でございますで否定すればいいのかというですね、ものではないとは思います。ということで、まあ私はですね、石丸伸二さんも、まあかなり危ない橋をね、渡られているかなと思います。もう一度言いますね。有料インターネット広告、そして選挙前に確認団体ができていたとこと、そして事前ビラを配布されていたとこと、そして投票してくださいは禁句ということで、ちょっとごまかした演説をされていたこと、これに、選挙前ですよ。なので、まあ、こういったことをね、もう指摘させていただきました。ちょっと昨日までの動画にですね、石丸陣営ちゃんと突っ込めというですね、リクエストが、まあ、ありましたので、それに答えさせていただいたという次第でございます。まあ、まあ、結局、公職選挙法ってね、まあ、結構難しいというところもあってですね、まあ、ただ一方で、まあ、その中で、まあ、選挙にね、勝ち抜くにはですね、まあ、法律ギリギリのところ、あるいはですね、もう、違反なんだけど、多分、追及されないみたいなところはですね、もう、各陣営ついていくものだと思います。まあ、そこはね、もう、そういうもんなんです。なので、まあ、そこは有権者がしっかり判断するべきだなと、まあ、私は考えるところで、ということで、まあ、ね、今紹介した、私のブログリンクなどは概要欄にね、貼っておきますので、まあ、興味ある方見てください。ということで、まあ、私はですね、まあ、ブログでは、指摘をしていたということをですね、6月16、17日のね、ブログということで、選挙前にですね、まあ、石丸伸二さんの動向はチェックして、指摘はしていたということをですね、まあ、お伝えしたいと思います。まあ、ただね、ブログなんで全然ね、拡散してなかったのは確かですね。はい。多分、まあ、そうですね、ブログの閲覧者も見てみると、そんな大したもん、今確認できないんです。すいません。まあまあ、でも、まあ、こういう形でね、改めて動画で、まあ、お伝えをさせていただいたということでございます。まあ、石丸伸二さんね、非常にね、若くて、まあ、頭もね、良くて、まあ、戦略的には、すごい、しっかりされてるんだと思います。賛否あると思います。まあ、そこはね、まあ、それはそれで、まあ、政治家としての実力なんだろうなと思います。まあ、ただね、やっぱりドトールのですね、創業者に資金支援してもらってたり、あとですね、選挙の神様と言われる藤川さんっていう方に、プランね、選挙プランナーついてもらってたり、まあ、している中でですね、まあ、その石丸さんがね、政治家の排除をですね、訴えているっていうのは、ちょっと違うのかなっていう気はし、まあ、そういうね、ドトール創業者、そして藤川選挙プランナーの選挙の神様がつけている状態で、まあ、明らかに政治家というところなので、まあまあ、東京都知事選挙になるとですね、まあ、そういう方がまあ勝つんだと思います。はい。ということで、まあでもね、今回、はい、毎回動画で言うんですけど、ひまそらあかねさんね、立候補されておられます。公金徴収をなくすということをですね、まあ、公約、第一の公約に掲げておられて、まあ、それをですね、なんと毎日新聞は、削除して、報道するというですね、まあ、まあ、信じられないことをしておりますが、まあ、それにも屈せずですね、まあ、多くのネット上のね、支援者がいると思います。で、まあ、他のね、これまでのインターネットで、まあ、湧いた候補者と違うところっていうのかな、まあ、ちょっと、これは私の考えですけれど、まあ、ひまさらさんの場合は、その、税金払ってる人がですね、もう、が、本当にバカバカしくなると、ね、コラボ問題しっかり、あとは WBPC 問題しっかり、税金払ってる人がですね、もう怒りがですね、ひまそらさんの指示に、まあ、つながっているので、そういうしっかりとした感情があるので、まあそこをね、うまくついて、それが広がっていけばですね、結構可能性としては出てくるんじゃないかなと思います。まあなので、まあ私としてはね、現実的な、まあ、目標としては、この現在、いわゆる主要4候補ですね、小池さん、あとは蓮舫さん、石丸さん、そして田母神さん、まあそのね、4人の誰かより上回った票がね、取れると、まあ、すごいことが起こるんじゃないかなと思います。メディア完全に無視してましたからね、ちょっとわからないですけど、ただ、現状の、事前調査の結果では、まだまだ上がってきておりません。まあ、順番としては、やっぱりこれ、まあ、小池さんがね、結構トップなんですよね。新聞記事見てたらこれ書いてありますよね。小池さんが先行で、まあ、蓮舫さんが、追っている。石丸さんも追っている、ということで、小池さんと蓮舫さんもかなり空いてるので、まあ、なかなか逆転は難しいんじゃないかなっていうぐらいだと思いますが、まあ、そんな状況なんで、ですけど、まあ、その中で、まあ、4番以内に、今空さんが入ってくるのか、どこっていうのはね、ちょっと気になるところで、ございます。